はい、どうも皆さんこんにちは。というわけで今日はですね、繁盛にありますバイタン公園っていうね、白塔公園っていう公園にやってきました。今日曇りなんですが、見てください、こう桜が咲いてますね。中国の桜です。それで今日天気あんま良くないですけどね、この公園になんかあそこでゲームができるんでちょっと面白いなんか催し出店があるんで、ちょっとやってみたいと思います。行きましょう。じゃあここでちょっと射的をやってみたいと思います。30元600円ですね。600円で20発打てるらしいんで、これですかこれちょっと打ってみたいと思います。当たれば手が大なり、あ、当たったら20発当たったらあれとかもらえるらしいです。ピカチュウです。いかにも偽物ですね。こいつもモンスターズインクです。完全に偽物です。こいつもパクリパクリです。これ遊ぶ人いるのかな、これ。俺前面没有人。那不玩鱼啊？不玩。我肯定没拉垮。我潮汐风也玩过。小さい時、子供の時やったことあります。行きます。お願いします。お、漂亮。你别去拿。你别去拿。OK。じゃあ。第二个，行きます。啊！外れた。初めて外しました。もう二回外しました。やばいっす。よし、当たりました。しばいら打つなプシーはいいじ。あら、じゃプシーはこれ、あ、じゃあジョンラやめよ。何もこれ違う、ガンザにジョンラやジョンラやめよ。いかん、ジョンラやプシーが。これはもう詐欺ですね。これは嘘つきです。彼は嘘つきです。風船に当たったのに割れないっていう僕は当てたのに。ジョンラ家で目を今回そういう、これはね、これはふざけてますね。套圈了。よいしょ。这小金鱼一到十个。というわけで、あの中国のこれは闇ですよ。これがね、あの日本のあの数字合わせと一緒ですよ。日本のあのくじとね、屋台くじと一緒で、これがね、屋台の闇ですよ。屋台の闇暴きました。当たってもね、風船に当たっても割れなかったらダメだって。というわけでね、あのぬいぐるみもらえませんでしたけど、この金魚ですか、金魚くれました。ぬいぐるみはねもらえないけど、金魚くれるっていう、ね、
っきのおっさんがなんか恵んでくれました、金魚。そういう感じです。まだあれですね、桜が全部開いてない感じですね。全部開花してない感じですか。まだいくつかはつぼみのまんまですね。やっぱちょっとこういう白っぽい方が好きですね、僕は。あんまりあっちのなんか真っピンクみたいなあんま好きじゃないですね。なんか偽物っぽいんでね。ちょっとこれぐらいのちょっと白っぽい桜の方が綺麗に見えます。こいつはこれから咲きますね。もう僕の人生と一緒ですね。僕の人生と一緒でこれから開花するって感じですね。まだつぼみって感じです。着物着た女の子がいますね。着物着て謎の着物です。ちょっと日本っぽく、日本着物のなんかパチモンみたいな感じです。ちょっと違う着物ではないですが、着物っぽいような着てますね。まあでもやっぱり言ってもね、日本の桜の方が綺麗ですね。ちょっと日本の方がやっぱり綺麗です。ここあれですね、なんか昔の緑色のあの列車で、昔中国で走ってた列車を今ここに置いて、なんか観光客がここで中に入って お茶飲んだりとか、まあ、ここ今なんか喫茶店みたいなね、あのレストランみたいになってますね。なんかこの中に入ってみんな写真撮ったりとかコーヒー飲んだりしてます。でみんなこうなんか衣装に着替えたりとかね、こういう感じです。こういう感じで着替えて、ちょっとしたなんか撮影スポットって感じですね。演じてますね、ドラマ映画みたいな。Thank you.